けましておめでとうございます、2024年、皆さんにとっていい年でありますようにと言いながらですね、日本国内では元旦にですね、石川県の方で震度7、能登半島大地震、あった、その翌日の昨日には、羽田空港で飛行機事故が、めったにないことがありまして、いやなんか天中殺、まあ自分の年代でいうとね、そういうので天中殺っていう言葉がね、もう何十年か前に流行ってね、そういうなんか呪われた的なことをね言う言葉でね、天中殺っていう言葉があったんですけどね、まあ今の人は知らないから、よかったらちょっと調べて、見てください。なんかね、なんか呪われてる、なんかあれかなみたいな感じ で、自分は一応明日、栃木の、エーデルに滑りに行く予定なんですけれど、まあ夜中に出て、まあ今日まで、まあ3日までがね、リフト料金がね、自分の場合はシニアで、まあスキー場の場合は60歳とか、まあエーデルの場合は55歳以上がシニア割なんです、割引なんですけど、今日まで3日まで4800円で、明日からは平日扱いになって3000円なんで、まあ今日の、まあ、深夜1時ぐらいに行って、明日行く予定ではいたんですが、ちょっとね、いろいろね、なんかこうね、あるとね、ちょっと自分自粛した方がいいんじゃないかなって、今ちょっと考えてるところでもあるんですよ。まあその話はちょっと置いといて、今日はですね、私みたいに、まあ公的年金をいただいている、まあ、人、私の場合は、まあね、最初から、まあ、見ていった人は分かるんですけど、まあ、途中からの人には説明しますと、私は昭和34年3月生まれなんで、特別支給の老齢厚生年金をいただいております、通常は65歳から、なんですけど、自分の場合は特別支給で63からもらっていて、今64歳ですから、まあ1年ももらって、1年は経ちます。それで今年の新年度、24年の3月になって65になるから、今度本年期になるわけですね。で私の場合は、44年特例528ヶ月ちょうどギリギリなんで、まあ、3月生まれてそうなんですよね。4月1日に入社して3月までいっぱいやると1年丸々12ヶ月やるんで、まあ、同期の中では一番最後まで、まあ、仕事はやらせていただいたんで、まあ、公務員の場合はね、誕生月に関係なく4月1日で同期で入ったら、誕生日が何月だろうが みんな3月で、同期の人は3月で辞めていくんですよね。まあ、公務員はそうなんですけど、まあ、年度で考えてるんですけど、まあ、一般企業は、まあ、その誕生月の月末で、まあ、自分の会社は誕生月の月末で、退職なんで、まあ、本当に3月いっぱい丸々できたんで、はい、現役で42年、あと再雇用で2年で44年特例ということで、まあ、普通なら厚生年金しか、特別支給の、老齢厚生年金っていうぐらいなんで、厚生年金しかでもらえないんですけど、自分は44年特例なんで、国民年金もいただいてます。で、まあ、奥さんがいる人は下級年金ももらえるんですけど、私は独身なんで、下級年金はいただいておりません。で実際、65になって初めて他の方は、国民年金と下級年金がもらえるわけですね。私はその分63から、国民年金ももらっています。はい、それで、メール、パソコンのメールで、まあ、e-tax っていう、まあ、税金の申告をいつも1月の月末に、e-tax で税務署に送るんですけど、その時に、一応メールでこういうふうに公的年金 の、 年金機構の方から、
あなたの去年の支払いした、公的年金の、源泉徴収票、つまり税額、税金を納めたという証拠の、源泉徴収票、まあ、サラリーマンの人はすぐ分かると思うんですけどね、まあ、12月の最後の給与か、まあ、1月に入っている、まああのね、一通りまとめてあるやつですね。生命保険料控除とか、扶養が何人とか、住宅取得控除とか、収入がいくらあって、税金がいくら払ったっていうね、まあ、そういうやつなんですけど、それが、日本年金機構の方から自分のパソコンのメールに来まして、あなたの、源泉徴収票が、令和5年度のやつが出来上がってますんで、印刷して、まあ年末調整に、年末調整じゃねえや、確定申告に、使ってくださいということで、まあ、自分は印刷して、はい、一応、まあ、名前と金額の1個は、消してあります、まあ、こういうふうに、はい、名前、住所、生年月日、はい、年金の種類、それからここが、年金額の源泉徴収票で、ここはまあ自分の場合は、施設に親がいるんで、まあはい、はい、こういう感じで付与しております。でこれ、ここに書いてあるところに、あのその年金の種類によって各欄が年金は何種類かあるんで、ここに公的年金等のって書いてあるんです。この場合は、所得税法、第200条の、第200条の3、第1号、第4号適用分っていうふうに書いてあるんで、はい、あのそこの欄に、この金額を書いて、この税額も書くというふうになります。あとはだから個人年金もらってる人もいれば、まあ企業年金の人もいるし、それは微妙にこの、第何条の項目によって各欄が全部違うんですよね、はい、公的年金は、まあ、ここに書いてあるその所得税法の、項目のどこに書きなさいっていうふうにここに指摘があるんで、これはあの、まあ、間違いないように、してくださいね、はい。でまあ、私の場合はまずこれが公的年金をいただいているのが1個と、あとまあ企業年金は、まあ、はがきで今月来ると思いますけど、企業年金もちゃんと公的年金の、こういうふうに、あの公的年金じゃない違う欄なんですけど、ここであの企業年金もちゃんと源泉徴収されてますから、そちらの方でも書いて、あとはあの、はい、アルバイトをやっております。まあ、収入がありますんで、そちらの源泉徴収分を1月に、いただけるんで、まあ、それみんなまとめて書いて、まあ、あとはまあ医療費控除とか、まあ結構、まあ、私も持病があって、自分だけでは約50万円、医療費かかっておりますが、まあ去年は手術はしなかったんだね、あの大腸のポリープは一昨年だったんで、はい、しなかったんで、まあとりあえずでも、まあ、リウマチの、高い薬が年間50万円はかかるんで、はい、そちらの方プラス、まあ、あの親の施設の方で、まあかかるんで、まあ、それも医療費で、毎年のことなんですけど、まあ、出したいなと。でとりあえずこれは、皆さんのね、パソコンのスマホでは年金機構からもらってる人、年金を受給されている方は、連絡が来てると思うんですが、各自、源泉徴収票令和5年度分ができてますから、見てくださいというふうに来てるはずなんで、まあ、私は、まあ、印刷して、はい、あのこれをあの、はい、確定申告用の用紙の方にこちらも記入したいというふうに思います。皆さんもこれあの忘れないように。で最終的に、総合計から、まあ、いろんなのをねひっくるめた、最終的な、まとめが、確定申告になるわけで、まあ
税金を多く払ってる人は戻してもらって、足りない人はまあ払うと、余計に払うと、まあ、そういうのが、まあ税金のルールなんで、うん、これはちゃんと まずこうやって印刷して、皆さんも、まあ、これ忘れないように、確定申告、まあ、国民の義務ですから、納税はね、もう何があってもやらなくちゃいけないので、まず最優先に遊びがね、まあね、タバコ吸う、お酒飲む、まあそういうことね、やるパチンコその他、やる前にまず税金は払うことをまず考えましょうと、はい、まあそういうことで、ね、皆さん、ね、年金がもらってる人はこれがあるはずなんで、まず忘れないで、確定申告もちゃんとしてください。これしか収入がない人はこれでいいと思う。これ以外は、もうない人は、申告する必要はないと思いますんで、はい、これで終わりなんですけど、まあ、これ以外で、収入が他にある人は、はい、申告ちゃんとしてください。はい、以上でございます。